今コマーシャルの間に日本の元世界チャンピオンの方が紹介されました。放送席にお座りの WBA フェザー級元チャンピオンの西条さんも紹介されました。今こうして西条さんリングに上がっている時の選手の気持ち、ボクサーの気持ちというのはどうなんですか。もうどういう心境ですかね。これやっぱり何しろボクシングのことですね。頭の中いっぱいですね、はい、もうどういうふうに勝とうか、どういうふうにパンチ出そうかですね、やはり余裕があると周りが見られるもんなんですか。そうですね、上がらないとですね、もう余裕あるとやっぱりこの観客ですか、お客様ちゃんと分かりますけどね。 WBC の世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、しかし両選手両ボクサーともに非常にいい顔をしております。ご覧の表情、内田の表情どうですか。こう緊張しているのは分かるんですけども、その上がっているというような感じありますかね。いや、そういう感じはないみたいですね。あ、そうですか、はい、ヒゲを蓄えています。6月9日二次キャンプからガッツ石松トレーナーがついてからヒゲをずっと生やし始めました。元世界ライト級チャンピオンのガッツ石松コーチ、調印式でもローマン陣営に対してローマンは内田とともにガッツ石松の精神とも戦わなければならないと話していました。ガッツ石松、この人の幹の右を内田に果たしてどれだけ教えることができたかですよね。そうですね、もう内田君はパンチありますからね、はい、右で倒すって言ってますからね、その右がいつ当たるかですね、はい、そうですね、はい、さあ両国国歌の吹奏であります。はじめに飛行国歌から演奏でございます。両国国家の吹奏、内田義之の表情をご覧いただきました。続いてコミッショナー宣言です。コミッショナー宣言、ただいまから行われます WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオンヒルベルト・ローマン対挑戦者内田義之の12回戦は本日午前10時規定通り厳重なる身体検査と計量を行い、その結果幸いに両選手ともに全てが的確でありましたので、私はこの試合を WBC 世
ジュニアバンタム級タイトルマッチと認定します。1988年7月9日財団法人日本ボクシングコミッションコミッショナー保坂誠代読。ヨドバシカメラ夏の人気商品ベスト、夏を撮ろう。一眼レフカメラはキャノン EOS、 ミノルタ α7700i、 コンパクトカメラはローセラサムライ、シノンジェネシス。エアコンセール実施中、ヨドバシカメラは安心です。時計はシチズン、ビデオカメラはシャープ。良い品をどんどん安く、新宿西口ヨドバシカメラ。カツヤンシン、ただいまより WBC 世界ジュニア、 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、まもなく第1ラウンドが始まろうとしています。赤コーナー、 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン、115パウンド、メキシコ、ヒルベルト・ローマン。チャンピオンのヒルベルト・ローマン、53戦48勝4敗1引き分け、48勝のうち34 KO 勝ちがあります。世界ジュニアバンタム級6位、地元埼玉、この川越の隣町上福岡の出身、24勝21勝2敗1引き分け、21勝のうち19の KO 勝ちがあります。 KO 率が8割を超えます。ハードパンチャー内田、レフリーのリチャード・スティールさんが紹介されました。西条さん、はい、このリチャード・スティールさんという方は非常にこう有名な方で、ええ、あのタイソン戦でもレフリーをやってるんですけども、はい、非常にこう公正なジャッジをするそうですね、そうらしいですね、はい、ジャッジはスチュアート・クリスチャン・バウム、マルコム・バルナー、ビンス・デルガドの3子。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、いよいよ始まります。さあ、第1ラウンドのゴングが鳴りました。黄色のトランクス、黒のサイドラインが入っています。画面の左側、今顔が見えておりますのが内田であります。一方、銀のトランクス、チャンピオンのヒルベルト・ローマン、2年前渡辺二郎を破りまして世界ジュニアバンタム級の王座を獲得しています。第1ラウンドが始まりました。下からパンパン行け、パンパン。西条さん、この試合の見どころポイント、どこら辺でしょう。やっぱりですね、ローマンのですね、はい、右もう素晴らしいですけどね、内田のやっぱ右ですね、はい、いつ炸裂するかですね、まあ、もう本当前出てですね、もう攻めの右ですね、いきなり右が行きました。たくさん出してですね、はい、先ほどのインタビューでも渡辺二郎さんも、それからガッツ石松さんも、石松コーチも言ってましたけども、相打ちのつもりで ね、相手がパンチを出したらこっちからも出すと、もう本当にもう捨て身でですね、もう行かないとですね、はい、向こうはもう上手いですからね、ボクシングは、はい、まあ、残念ながらうまさスピードという点では内田は、ローマンの上ですね、はい、あ、左です。今日のこの試合はフリーノックダウン制、フリーノックダウン制です。最終ラウンド以外はゴングで救われません。グローブはメキシコ製の6オンスのグローブを使用しています。10点砲の採点、このメキシコ製の6オンスのグローブ、これはどちらに有利に働くでしょう。内田君のはですね、いいんじゃないですか。パンチもありますからね、はい、はい、あ、いい
くらいです。ローマン の左ですね、もう伸びますからね、リュートパンチはあんまり食わないようにですね、はい、状態もう少し振ったのがいいと思うんですけどね、内訳は。第1ラウンド立ち上がり内田もこう硬くなってるようなところありませんよね。いや全然ないですね、銀のトランクスがチャンピオンのヒルベルト・ローマンです。26歳、とにかく左がよく出ますチャンピオン。ヒゲを両者とも蓄えていますが、長髪がチャンピオンのヒルベルト・ローマンです。この左を振るのよ。右方向へ右方向へ回ります。内田右を伸ばしましたチャンピオン。西条さん、しかしリーチもありますから非常に左がよく伸びますね。伸びますね、スピードもありますからね、パンチをリードパンチを食わないようにしないとですね、はい、さっきも石松君も言ってましたけどね、やっぱ左を食っちゃうとやっぱり相手のペースにはまっちゃうですからね、はい、体を合わせて一緒に右をバンッと合わせればいいんですけどね、はい、体を入れて調印式記者会見の時では、5ラウンドまでが勝負だと言っておりましたガッツ石松コーチですが、第1ラウンドを終了しました。第1ラウンド西条さんの採点は10対10のイーブンであります。好きな小説は違っても住みたい家は一緒だった。出会った頃の夢に今出会う乃木ローズタウン京成不動産。第1ラウンドは10対10のイーブン、立ち上がりはほぼ互角のスタートと申し上げておきます。ガッツ石松トレーナー、これが最初で最後のトレーナー業だと、14年間で得たものを一つでも多く植え付けたつもりだと話しておりましたガッツ石松コーチ、その石松コーチの声援を背に受けまして今第2ラウンドが始まりました。内田義行であります。ちょっとポイントかけて、ポイントかけて、ほらボクシングやってたらダメだよ、もう出ない出ない。西条さん、はい、内田陣営としては5ラウンドまでが勝負だという話を試合前していましたけどもね、早いうちからですね、まあ、後半ねやっぱパンチも少し劣れますからね、はい、だから早い回の勝負かけがいいんじゃないですか。はい、はい、鈴木さんどうぞ。はい、チャンピオンコーナーなんですが、はい、1ラウンド終わったところで相手の内田の右が非常に強いので気をつけろという指示が先に出ています。以上です。やはりそうでしょうね。左から、あ、いい左のジャブというよりもむしろストレートと言っていいでしょう。2発3発と決まりました。どちらかというと西条さん、内田という選手はスロースターターなんですよね。そうですね、はい、まあ、だけど左を振ってるとちょっと危ないですね。そうですね、はい、非常にキレのいい左です、はい、もう本当に左が 90% ぐらいです。それから内田の場合はややパンチをもらいすぎる欠点があります。待ってないで自分からですね、もう少し先にですね、攻撃かけたのですね、腹から上ですね、はい、右を伸ばしましたローマンです。ローマンの左、左をつきます。左がよく当たります。的確に内田の顔面を捉えています。ヒルベルト・ローマンの左のリードブロー、徐々に後退していきました。こちら画面の左側がローマン、159センチと内田よりも身長では6センチ下回りますが、リーチでは逆に6センチ長いローマンです。おーっと左から右、第2ラウンドも残り1分、もうちょっとどうでしょうか。西条さん、体を振りたいようなところもありますけどね。そうなんですね、もう少し上体振りながらですね、もうセコンドが行ってるようですね、はい、下からやっぱり上に入らない、いきなり上に行くとやっぱり左がありますから入れないですね、はい、やっぱり下から下からですね、まあ、腹から上行くようにですね、はい、左から右、これはガードしています。左を出しました、左を押し返した内田、今度はローマンは右を突きました。
まあ、何人かの方にも聞いてみましたが、ローマンというのはどんな体勢でも対応できるボクサーだという話をしていました。あーっと左、ローマンの左が実によく当たります。第2ラウンドも時間がなくなりました。ここでゴングです。第2ラウンドゴング。この第2ラウンドの採点は10対9で西条さん、ヒルベルト・ローマンが取りました。You have a phone call from Japan. 日英証券でございます。彼女はノーラン、素敵すぎるのさ、情報と信頼の日英証券。ご覧のように非常に大胆なサンバのリズムに乗ったような感じの、リオのカーニバルを見るようなラウンドガールの今の動きでありました。これから第3ラウンドに入ります。第2ラウンドは10対9、このローマンが取りました。まあ、西条さん、はい、問題は先ほども西条さんからお話ご指摘がありました左のリードブローですね。これどうしてかいくぐっていったらいいでしょうか。あれですね、上体を小刻みに動かしてながらですね、前にやっぱり待ってたら、ね、ああいうパンチが当たったですね、はい、今パンチが当たりましたか、ちょっともうああやって攻撃しなきゃどうしようもないですね、はい、左のフック引かけるような感じ、足を使いますローマン。ここら辺がローマンの上手いところ。はい、内田陣営はね、特に石橋さんがとにかくもっと手を出せと、手を出せ、もっと手数を出さなきゃダメだ、パンチ力があるならもっと打てと、はい、それから左は相手左は要注意だという指示が飛んでますね、はい、確かにちょっと手数が少ないですよね。そうですね、もう少し先々ですね、はい、打たれる前に打つっていうか、あのボクシングじゃないとですね。またこの左です。足を使いますローマン。テクニックは最高。逆に内田としては、まあ、ガッツ石松直伝の幻の右があります。この右が一発当たれば十分に必殺の KO パンチを持っております。こちらボディを攻撃しますローマン。足を使いますローマンです。右のフック、これは空振り。手数がちょっと少ない内田、左のあと右を出しましたが、これはパンチがかすりません。ああ左、いい左です。チャンピオンのローマン構成。あのそれから西条さん、ローマンは時折あのスイッチするんですよね。ええ、そうですね、左になりますね、はい、あ左です。あもう器用なボクサーなんですね、非常に器用なボクサーです、はい、170センチと非常にリーチのありますローマン。2年前渡辺二郎からタイトルを奪いました。今回が2回目の来日。今回は奥さんのパトリシア夫人と、そして一人娘のガブリエラちゃんを一緒にこの日本に呼んでいます。あと右から入りましたローマン。それがちょっと右あんまり慣れすぎてんじゃないですかね。あ、内田がですか、もう少しもう、パンチを出さないとですね、その右も行きないで出ないですね、はい、倒すパンチが右だ。この右があります、この右があります。内田に取りました。この右が内田の幻の右が炸裂するか。ここで第3ラウンドゴング。どうでしょうか、西条さんの採点は10対10ですね。10対10、このラウンド10対10、しかしラウンド終了間際いいパンチが決まりました内田です。横浜伊勢崎町サウナニュージャパン、サウナをヘルシーに活用してみませんか。汗を流してシェイプして、プールで泳いで、映画や歌謡ショー、そしてレストランでホームパーティー。ホームパーティーより近くのサウナ。
立体駐車場完備、横浜伊勢崎町サウナニュージャパン、女性用サウナも大好評です。さあその第3ラウンドです。この右です。今のは西条さん、いい右が決まりますね。あとホローパンチで、それの次のパンチですね。次のパンチですね。飛び込んでですね、服でも返せますね。久保田さん、はい、石松さんからこのラウンド勝負しろという指令が出ました。あ、そうですか。さあ前に出ます、内田が前に出ます。このラウンド勝負ということで、果たして内田がここでポイントを稼ぐことができるか、あるいは KO まで持っていくことができるか。下がりながら左、ものすごい形相でガツ石松コーチの声が飛んでいます。前に出ます、左のジャブを当てる、右から飛び込んでいきました。内田左を伸ばす、右が空振り、左が当たった、右をフォロー、内田が前進、内田前進、左のボディアッパー、右をフォローします。チャンピオンのヒルベルトローマン、しかし西条さん、むやみやたらにこうどんどん前に行ってもいけませんけどね。そうですね、はい、もうすぐ払うからですね、今、なんですかね、左がちょっと当たったような感じですね。足が揃ったところ、左が当たった。さあ内田が出る、さあ内田が出る。第4ラウンド WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ4ラウンド、山が来ました、山が来ました。内田が前に出ます。イベントローマンが下がる、ローマンをダウンさせました。ここは西条さん、はい、落ち着いて、そうですね、もうそう焦んないでですね、ゆっくり見てですね、はい、何だろう、腹から腹からっていう感じが一番なんですけどね、もう少し下を押したいところ、はい、もう今内田はもう顔面だけに目が集中しているような感じですね。第4ラウンドダウンを奪っています内田。そのしかし内田の顔面が徐々に目のあたりが潰れてまいりました。第4ラウンド、しかしダウンを奪っています内田です。さあ足が止まった、飛び込んでいきます。ここでロープに押し付ける。藤吉アナウンサーのレポートにあったように、この第4ラウンド勝負だということで、内田が前に出まして見事ローマンを倒しました。ローマンにダウンを与えています。わーっと右、右が入った、左を伸ばす、曲がりがある、左のフック、チャンピオン、あ、左フック飛び込んでくるところ左、両者を分けますリチャード・スチールレフリー。あ、右バッパー、右バッパー、右のストレートだ。さあ今度はローマンチャンス、ローマンチャンスだ、ローマンチャンス、ローマンチャンス、右を押す、左を返す、内田返す、内田ピンチだ、内田ピンチ、ロープを攻めました。大きな右、いやしかし内田踏ん張った。今のは西条さん、すごい攻撃ですね。あ、左体勢を入れ替えた。第4ラウンドは残り時間が少ない。ここでゴング、ここでゴングです。ここでゴング、内田最後は打たれましたが、このラウンドは10対9内田が取っています。怪我はありませんか。はい、せめてお名前を。セザール、大いなるマンション、セザール。さあ今のダウンシーン、第4ラウンドのダウンシーン、この左なんですよね。左ですね、軽く伸ばした左、その前にいい右が決まってるんですけどね。どうですか、左ですね、やっぱり。放送席、久保田さん、はい、チャンピオンコーナーなんですが、はい、やはり大変内田選手のパンチを恐れているようですね。あー、パンチ、あー、今、左の本当ストレートですね、ジャブっていうより。さあ、内田立ち上がりました、ピンチです。さあ、しかしご覧のように、だいぶ西条さん、あーっと右、すごい、左に、すごいパンチが決まりました。第5ラウンドピンチだ、立てるか、内田立った、内田立った、ダメです、ダメです、勝ったか、ダメ、
5ラウンド TKO ヒルベルト・ローマン初防衛に成功しました。第5ラウンド42秒、一旦は内田のパンチで尻餅をつきましたヒルベルト・ローマンですが、やはりさすがにチャンピオン、強いですね。最後 の仕留めに行くところ そのフィニッシュなんかはさすがですね。うまいですね。もうなんですか、4ラウンドの後半にちょっとパンチ食ったのも結構内田君効いてるんじゃないですかね。なるほどね、ですね、ダメージが完全に回復しなかったんですね。回復しなかったと思いますよ。ご覧のように顔にはあまり叩かれた跡がありませんヒルベルト・ローマン。これが初防衛に成功、世界タイトルマッチということになりますと世界戦は今回が10回目。ヒルベルト・ローマン、一方の内田は外人と戦うのも今日が初めてということで、まあ、実績、それからテクニック、スピード全てにおいてローマンが上回っていましたが、それにしましても内田よくやりました。勝ちました、ローマン選手ね。テレビ東京倒すシーンもありましたからね、お客さん納得してるんじゃないですか。はい、まあ、人によりましては実力的には9対1ぐらいの実力があるんではないかとか、ね、言われておりましたから、はい、あのローマンをダウンさせたその内田のパンチの凄さですよね。そうですね、はい、もう本当パンチある選手は本当魅力がありますよね。いつですねそのパンチが炸裂するかですね。はい、内田さん、大丈夫ですか。いやよくやりました内田。こちらがヒルベルト・ローマン、スーパーバイザーのフランク・キルさんからただいまのノックアウトタイム勝利トロフィーを渡されました。そしてリチャード・スチールレフリーが左手を高く掲げています。5ラウンド39秒、 TKO 勝ち、初防衛に成功しましたヒルベルト・ローマン。内田義行もよく戦いましたが、やはり実力差がありました。ローマン選手の本当にしかしよく戦いました。西条さん、内田の顔がちょっと変わってましたもんね。はい、左でだいぶこの目のあたり腫れてましたね。鼻血もだいぶひどかったですね、はい、4ラウンドですか。あの4ラウンドに勝負に行って、まあ、結果的にはそれがどうなんでしょうか。まあ、あれはいい結果だと思いますよ。そうですか、倒してますからね。その後ですね、やっぱりそれだけやっぱりチャンピオンの方にですね、はい、それだけ実力があるっていうことですね、はい、この試合見てですね。それでは鈴木敦子さんから勝ちましたヒルベルト・ローマンに、インタビューしてもらいたいと思います。鈴木さん、それではよろしくお願いします。それでは見事久保田さん、よろしいでしょうか。はい、それではお願いします。見事勝ちました、ヒルベルト・ローマン選手です。ロフェリダモスポルストリームフォーフェリダです。Muchas gracias, estoy feliz de poder regresar a Japón desde hace 2 años cuando gané el campeonato aquí con Watanabe y hoy regreso muy feliz y qué mejor que con una victoria. Yo le tengo muy agradecido al pueblo japonés porque me dio mucha emoción hace rato que salí del vestidor. Todo el mundo estaba aplaudiendo y reconociéndome lo que he hecho con este campeonato. やはり2年前に皆さんご存知だと思うんですが、渡辺二郎選手と試合をしているわけですね。そしてもう一度この日本に戻ってきて、そして皆さんが応援してくれてこのような勝利を収められたので非常に嬉しいというふうにまず言ってくださいました。先ほどもラピダラペレア、sí, fue algo rápida. Él empezó muy rápido, pega bastante fuerte, me sorprendió desde un principio, pero creo yo que mi experiencia me sacó adelante y espero que así siga siendo.結果的には非常に早く終わってしまったけれども相手の内田選手も手強かったというふうに言ってくださいました。もうちょっとその辺を聞いてみたいと思います。ケレパラヒオスオポネント内田、ペレアドルバスタンテフェルテバスタンテバリエンテマスケナダポケカヨンテレバントイエルケリアコンティノアエンラルチャヨロアミロアエルポケアイポコスボクシャドレスケティネネセバロアパラレバンタセイセギルコンバティエンドレバントトワラデベンタジやはり大変強かったし、そしてとてもバラエティにパンチも飛んでいたということですね。そして何よりも倒れたのにまた立ち上がってきたというその力が素晴らしい、よく頑張ったんじゃないかというふうに言ってくださいました。アブゴンブラウンドシンティオラペガダデルレタドル、シーアルエンエルセグンドラウンイエンエステウルティモケメティロノペンウルティモペドンケメティロエステメソルプレンディオコンノレクトスモイフェルテスケセメラスティマロン。
内田選手のパンチが手強かったのは2ラウンド目と、そして先ほどダウンを取られた、今の最後のラウンドも非常に手強かったということですね。ケオトロスプロジェクトステン tiene más adelante para más adelante. Pues queremos seguir peleando continuamente cada dos